皆様お待ちかね、ここからは川越の架け橋のコーナーです。このコーナーではニューヨークと中継を結んで、ニューヨークの今や現地のあれこれについてニューヨーク在住の小雪さんに伺っていきます。今日はニューヨークでの飲酒についてお伺いしたいと思います。それでは早速お呼びしてみましょう。大橋小雪さん、おはようございます。小雪さん、おはようございます。はい、おはようございます。大橋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速お願いします。はい、今日はニューヨークの飲酒についてお話なんですけど、はい、なぜねちょっと今日このテーマにしたかと言いますと、実はですね、ニューヨーク州のアルコール飲料管理法っていうのがですね、6月30日に制定されまして、アルコール度数が 24% 以下の焼酎が飲食店などにおいてソフトリカーライセンスで販売提供できることとなりますっていうニュースが入ってきたんですよ。これやっぱり日本にいる方だと何のこっちゃっていう感じになると思うんですけどね、はい、飲食店やってるだからよく話を聞くのがリカーライセンスの話なんですよ。ハードリカーライセンスっていうのとソフトリカーライセンスっていうのがありまして、ソフトリカーライセンスだと気軽にビールとかねワインとかねそういうのを販売できるんですが、これねハードリカーライセンスっていうものになります。結構お金を払ってライセンスを取得するのがすごく大変だよっていう話は聞いてて、そのハードリカーライセンスっていうのの中は今まで焼酎が入ってたんですよ。っていうことはやっぱり日系の飲食店の皆さんは日本人の、ね、お客さん特に焼酎好きなので、なかなかちょっと大変だよねっていう話を聞いていたのが、これがソフトリカライセンスに販売できることになったっていうことで、今までよりも提供できることになったっていうことで、飲食店の皆さんも今まで大変だったので結構気持ちになってきたんじゃないかなと。私たち日本人のお客さんの方もなかなか実はね焼酎ってこっちでちょっと大変だったりしたので、そういった意味でもちょっと嬉しい情報だなと思いまして、この話題を取り上げてみましたが、お二人なんか今言ってることってどうですか？分かりました？なんとなく。はい、分かりました。要するに特に日本の方は焼酎が飲みやすかったというふうに言っててよろしいのでしょうか？そういう感じでいいと思います。まあ販売するのはもう気軽に販売できるようになって嬉しいなっていうのが多分ね正直なところだと思うんですけど、私ね今実はブライアントパークというところにいまして、はい、まだね、夜の8時20分ぐらいなんですが、もう家族連れだカップルだっていう感じ、芝生の上に皆さん寝転がって自由ままに過ごしている一方で、この公園の中にですね実はバーがあるんですよ、何軒か。でそのうちの1軒がねすごく多いんですが、公園の敷地の中に特にプレハブとかね屋根がついてる状態じゃなくて、ただ仕切りっていう感じの中でバーがあるんです。ここでお酒が飲めるっていうのがすごい不思議で、これ日本だとそんなに不思議じゃないのかもしれないんですけど、ニューヨーク州だとですね外でお酒を飲むことが要はダメなんですよ。決められたじゃないと、中じゃないと。そうなんですね、なので、はい、そうなんですよ。こうやって気軽に、ね、公園でお酒を飲める光景っていうのが結構ねイレギュラーで面白い場所だななんて思っていたんですが、これ今外でねお酒を飲むことができないっていう話をしますけど、しましたけど、例えば歩きながらお酒を飲む、はい、お二人ってかどうだと思います？ありだと思います？なしだと思います？法律的にこの話でいくとなしかなと思いますが、私は歩いて会ってほしい通常ですか？日本はあんまりないかと思うのでね、ね、確かにね、そうですね、ありで会ってありで会ってほしいっていうその気持ちも私そうまんまなんですけど、この前それこそ日本に一時帰った時に萌えのね街をビール飲みながら歩けた幸せっていうのも、これって日本ありきだなと思ったんですから、もうおっしゃるようにこっちでは外でなので歩きながら酒飲むっていうのはとんダメで、じゃあ乗り物の中どうでしょうと、例えばそうですね電車の中で
お酒を飲むって OK だと思います、なしだと思います。これはもう即答で、あれ日本でも注目されちゃうぐらい目にしない外見なので、なしだと思うんですけど、例えば新幹線みたいな、特急電車みたいな個室がありますみたいなところではありなのかなとかは思ったりするんですけど、どうですか？そこはそうでしたね、そういうシチュエーションもありますね、うんうんうん、そうですよね。日本だと新幹線とかね、そういう場所でありなので、そう思いなんですが、もう電車の中ももう一切ダメなんですよ。要はただですね、はい、うんうん、どうぞ。要するに、まあ、外で飲むこととは基本 100% 禁止、ただこのブライアントパークではちょっと特別な感じで、今私たち映像をズームで見させていただいてますが、広い芝生の公園の脇の方に、なんて言ったらいいですか、 かわいい手にもなってないんですよね、これね。多分ね、皆さんがイメージ、ま、もし分かればですけど、南池袋公園のまさしくあのイメージでもらえればいいです。芝生がさーってきてあって、で街中そう公園が突然あるっていうような、で寝かれるしくつろげるっていう意味では、うん、あの雰囲気が似てる、ね、似てるなっていうふうには思いますね。そしてこの板倉さん、これなんて説明したらいいでしょう。キャンプの時なんかのテントにはなっていない、屋根付きのパラソルみたいな、パラソルですね、パラソルの下にこれ椅子が置いてあるでしょうかね、うん、それがバーになっている。もうまさにそう、そういうことです。私ね、南池袋公園に行ったことないのでちょっとわかんないんですけど、多分表現としてこういう感じなと思うんですよ、まあ、こういった時代にお酒を飲めるってすごいいいなって思う方で、はい、ただ変な話なんですけど、コロナ禍に入ってからですね、あの各バーとか各飲食店さん、店内の飲食が禁止になったということもあって、アウトドアダイニングというのを作り始めたんですね。でこれ普通の店舗もあれば、単にねプレハブ小屋みたいなものを建てて OK にしちゃって、それ道路ですよ、消費者道路ですっていうのをもう当たり前のようにニューヨークあちこちで出来上がったところから、やっぱりそこからなんとなくね、ゆるくろんなものがなってて、外でね、お酒を飲んでる人の光景って結構見受けるように実はなってて、それこそね、最近の、そうなんですよ、2ヶ月でですね、私よく見かけててびっくりしてたのが、お酒であろう缶ビールのものを紙袋に入れて飲んでる人の姿を道路歩いてても見受けるようになったし、今日もね、電車の中で2組にかけました。これどうなんでしょうか。こっそっそ飲んでる感じなんですか、つまり。そうですよ、隠してるってことですよね、紙袋なので。そうなんですよ、あれもう紙袋に入れてる、イコールもうお酒飲んでるって、もうみんなが目撃してるみたいな状態なんです。そうですよね、捕まりますよね、州の法律ではない、条例に違反しているということは、条例じゃなくて全然法律なので、警察に見つかったらもう捕まるんだけど、そこは警察がいないので OK でよみたいな感じで飲んでるのかなっていう感じはします。そういうことですごい見受けられるようになってきたんですよ。へえ、やっぱり皆さんコロナでいろいろありストレスもたまり、とこう外の空気を吸いながら開放的にちょっとお酒の方がなったところで、ちょっとずつエスカレートしているみたいな、そんな開放感なんでしょうかね。あとこうツイッターいただいていまして、小江戸川越のラリーからなんですけど、ニューヨークの方向改正ね、確かに逃げはあまり意識しないことですね。まあこちらは気軽に見歩きできる環境はありがたいですけどね、ね、小雪さんという形で、ビールのなんていうんですか、写真がついたツイッターを見ました。そうなんですよ、野良倉さんとあのドビール飲みながらご一緒させていただいて、これ本当もう日本ならではですよ、あんな歩きながらビール飲むなんてめちゃくちゃ幸せでしたね、あの時は。そうなんですね、休日ぐらいはね、やっぱりそうやってこう自分が思うように生活したいですよね。本当そうですよね。であとはですね、ちょっと日本と違うのは、日本は20歳以上だったと思うんですけど、こっちはね21歳以上ですね、ビールというかお酒は。そうなんですね。そうなんです。
前から私18歳ぐらいの時からそれは耳にしていたような気がするので、これ自体は21歳の飲酒というのはもう、うん、まあ、以前からという感じで変わってないという感じでしょうかね。うん、そうですね、もうずいぶん前から21歳には変わっているっていうのと、結構ね厳しいと思ったのは ID の提示を結構求められます。それこそアジアの人って若く見えるので、高校の方とかだとよくでですね、なんかに行くとすぐにちょっと ID 見るって言われまして、で観光なんてパスポートしか持ってない、携帯してないじゃない子が多いと思うんですよ、はい、そういう時もう持ってないともうそのまま入れないで、結構厳しいです。正直私も20歳の時にアメリカのサンフランシスコで会社の旅行で連れて行っていただいて言われて、社長の奥さんをお連れしてお土産に買ってきたのを思い出しました。本当に売られなくて、うん、スポットを見せても売っていただけるので、あ、そうですね、やっぱり、うん、そうなんですよ。中でもそうですし、買うこともそうで、そういう風になったりとか、あとそちらもですね、野球場の中でも結構その辺は厳しく見てられるっていうのが、そこは観光の中で来たり注意しなきゃいけないのかなっていう感じがしますね。なるほどですね。これ観光の時、買いたい時はどうしたらいいですか。やっぱり日本人だいぶ若く見えるので、何か対策というか、お土産でお酒買いたいと思った時はもうパスポートを持ち歩くしかなかったり、私以前コピーを持ち歩いて、コピーで OK だった場所もあるんですけど、ダメだったところもあるの で、 なるほどです、ね、観光の方に愛はパスポートしかないの で、 そうですよ、ね、対策になったりするんですけど、私がトライしたのは日本の運転免許証ですね。それをもう最終手段だと思って見せたら、あれって昭和表記、あ、昭和なんですけど、昭和表記じゃないですか、はい、それでやっぱり一般のこっちゃわからないからって言ってやっぱり困られましたね。なるほど、そうしますとパスポートを、まあ、落とさない程度に持っていると、お酒を見たいときは安全というか、すぐにスムーズよと考えたらいいですからね。もう私はそこしかないかなっていう気がします。わかりました。いろいろありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、それでは失礼します。ありがとうございました。はい、失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。ニューヨーク大橋小雪さんでした。